パラパワーリフティングは下肢に障害をお持ちの方が行いますベンチプレス競技です。パラパワーリフティングでは補助員の方が非常に重たいプレートを選手の試技が終わるごとに交換する作業が発生しております。40名の方が参加された場合ですと、もう重いものを100回以上持ち上げることになりますので、腰に非常に負担がかかりますので、今回アシストスーツを採用いたしました。補助員の方っていうのは、一緒にゴールを目指していただける一人のチームメイトじゃないなんじゃないかなと思います。はい、実は補助員さんって、すぐできるようなものではなくて、下から重いものを持ち上げて、こう細い、穴に入れるっていうのがすごく大変な作業なんですよ。なので本当にその人たちを大切に扱えるっていう、そういう意味でもこのパワーアシストスーツは補助員さんたちの補助の役目をしてくれるんじゃないかなと思います。重い重量を持ったりするときはすごい助けになったりしてですね、25キロのプレートとか持っても普通よりは軽くやっぱり感じたりとかしました。腰のこの辺があんまり張ってないので、まあ、今楽なんだなとは思います。例えば物流現場ですとか倉庫現場、そういったものを持つそういった作業のところで腰のアシストスーツは使われてますし、開発の中で想定していないご意見もいただくことが非常に多いので、実証試験をさせていただくというのは弊社といたしましても非常にありがたいことでございます。これからの社会ってね、あと10年、まあ、20年そんな先じゃないかもしれませんが、ロボットみたいなものがいろんな生活に入ってくると思います。じゃあ世界で初めてロボットと一緒に共演するスポーツになったら面白いんじゃないかなと私は思ったんですね。今はこう背筋だけ助けてますが、多分最終的に本当に重たいものを持ち上げるときは足だとかね、手だとかいろんなところに多分活用できるはずで、それの最先端に切れたらいいなと私はね期待してます。パナソニックの技術やソリューションをパラスポーツに生かしていけたらいいなと思います。Panasonic